こんにちは、土の子です。今日は11月8日バチドルセンター練習台はシナモロールとトタケケのコラボだよ。シナモンにも眉上描いてみたいよ。じゃあ練習スタート。トタケケ DJ 乗り移ったね、バイト君。さて、これ何回もやって失敗してるよね。歯車ギリギリ触れないで掴むといいよ。それをちょっとやってみよう。ギリギリで掴…あーなるほど。やっぱりソファーが落ちてくれないな。やっぱりむずいな。一体何なんだよ。一体何なんだよ。またこうちょっと引っ掛けちゃう。いけ、頑張れ。いやーこれ厳しいよ。やっぱり書き出すよ。いけ。またやっちまったよ。ソファー、ソファー行け。いやー全然取れないや。僕のだけおかしくないかな、ちょっと。やっぱりこの間と同じみたいに橋になった。この間と同じで橋になった。6枚ほい。おお、2プレイ無料ですな。よし、今日はちょっとやっぱこれ欲しいのでね、これリベンジしていきたいと思います。キキララ台ね。まずは星を書き出す。よし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 。さて、ソファーにちょっと当ててベッドを落とす。のり付けをとりあえず外し、グリ外して、よし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 。オッケーオッケーオッケー。いいよ、いい感じですね。いい感じに崩れてくれました。はい、キキララな時計にテーブルに雲製造機、そしてねベッドゲットできました。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ行きましょう。ここはソファーを素直に掴んでいく。大丈夫だよね。よし、よかった。左側に落ちたら最悪だったけど。そしてよいしょ、エトワールを掴んでスルンと。豆吉、粒吉、いやタヌ吉、豆吉ゲットです。やりました。4手でいけましたね。さあ3手です。おそらくラストチャレンジになっちゃうかな。3手あればいけるはず。ほんのちょっとかすめる程度いきます。ほんのちょっとかすめる。いけ。なぜなぜこうなる。何遍失敗してるんだよ。もうもう一回ここで押し込んでいけ。うわーでも取れてないバッジは多分一個も取れないな。ダメでした。また最後は取ってないバッジをちょっぴり取ってポローン。はい、今日はねタヌキチマメキチのキキララ系のバッだよね、コンプすることできました。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。暗闇に光る2つの目、絶対に目を合わせちゃダメっす。あ、見ちゃダメって思うと逆に見ちゃうっすよね。でも見ちゃうよね。目って一番注目しちゃうもんね。目っぽいようなやつがあったらどうしても目がいっちゃう。はい、今日はここら辺で終わると思います。今日はねシナモロールとトタケケの台が練習台に来て、本番でもやっぱりやったけど全然うまくいかない。あれ3手でどうやっていけるんだろう。結構な人が成功してるんだけどな、何回やってもねうまくいかない。そして初日だったかな、失敗してソファーでね全然動かなかったキキララ台はなんとかね結構うまくいって4手でねコンプすることできました。ということで、また明日もね楽しくバチドっていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。